けれども、全日本マットをさらにさらにホットなムードにした男、それがアブドラザ・ブッチャー。現在今控えに入っておりますが、今夜の作戦はどうでしょうか。なんとしても必勝2点、これを考えております。アブドラザ・ブッチャー TNT、 さあさあ出てきたぞ、アブドラザ・ブッチャーがな。ひときわ大きな歓声、左の肩から当たりました。アブドラザ・ブッチャーの勇姿、悪のヒーロー本当に健在だ。武井さん、はい、6年前のアブドラザ・ブッチャーと比較してニューブッチャーらしいというところは感じられますか。これはですね、はい、もちろん空手のデモンストレーションも変わりましたしね、やっぱり試合に打ち込む気迫が全く違いますね。気迫ね、そうですね。やっぱり6年前のブッチャーはですね、はい、ややっぱりマンネリ化してた部分があったわけですけどね、完全に今のブッチャーはやっぱりフレッシュになってますね。なるほどね。悪のビッグスターナンバーワン、お正月のシリーズにも来日が決定してまいりました。対輪島との因縁も福岡大会で勃発いたしました。それからジョン・センタとも因縁が生まれました。天竜もそれからジャイアント馬場も一目置いているだけに、蘇生したブッチャーは今後手がつけられなくなるんではないでしょうか。さあ公式戦、ブッチャーの出番はちょっとしかありませんが、 TNT が暴れまくります。さあトムジンクのドロップキック、鮮やかに決まった。いい選手です、トムジンク。これまた83年来てほしいですね。しかもですね、誰かもっとやっぱりね、フレッシュな動けるパートナーが欲しいですね。あ、そうですね。トムジンク、リング上サイドにはザ・ターミネーターが回りました。さあ TNT の顔面に思い切ってヘッドバットを浴びせています。さあこのヘッドバットで TNT の顔面が切れたかどうか。外側に今度はアブドラザ・ブッチャーが回っていった。トムジンクを捉えて鉄柵攻撃、流血の TNT、 これをかばいます。さあアブドラザ・ブッチャー流血を見ましたので、パートナーの流血でおそらく興奮状態でありましょうか。しかし今夜は落ち着いている、場外で落ち着いている。トムジンク、いやー TNT に気合を入れました。そしてまたリングの中にアブドラザ・ブッチャーが引き入れましたね。入れましたね。俺のパートナーなら徹底的に流血戦をやってみよう、そういう指示を出しました。アブドラザ・ブッチャーがあまり積極的に試合に参加してないのは、これはこういう意味があったんですかね。やはり弟子筋の TNT に思い切った勝負をさせるんでしょうか。場外ではザ・ターミネーターだ。しかし今夜はどうしても2点を取りたい大事な会津の公式戦であります。現在10点チームのアブドラザ・ブッチャー TNT チーム、ここは2点もぎ取って12点になりますと、クビの川優勝、まだまだ可能性は十分にあります。今夜勝って12点にしておけば、他力本願優勝決定戦に望みをかけることができます。TNT パートナーがやられました。 TNT の顔面が割れました。これまでにないリーグ戦の展開であります。トムジンクが後頭部に円錐を打ちました。円錐は見事に捉えました。トムジンクの長い足であります。何しろジャンプ力がありますからね。しかしこの展開見てますとね、ジンクターミネーター気分なんとしても2点が欲しいわけですよね。そうなんですね。現在勝ち点2点でちょっと優勝戦線には遠く離れてしまいましたけども、やはりアブドラザ・ブッチャー TNT 組から金星を拾うということになりますと、これまた来年につながるし、日本のファンの印象も違ってきますからね。これやっぱり実績作りとしては最高の舞台ですからね。そうですね。さあ TNT が再び蘇生してまいりました。顔面真っ赤でありますが、ここでアブドラザ・ブッチャーに渡すんです。アブドラザ・ブッチャーに渡すんです。さあブッチャーの独壇場になるかどうか。リーグ戦ここまで振り返りますと、歌舞伎天太組に勝ち、鶴見木村に勝ち、クリスマークに勝ち、中野タイガーに勝ち、ドリーテリーにも勝ちました。鶴田康には負け、天竜原に負け、ハンセンゴディに負け、ブロディスムーカーに敗れておりますが、現在10点。すごい地獄好きが飛んでいくアブドラザ・ブッチャーだ。日本のファンは俺を待っていたと自信げに語りました。さあアブドラザ・ブッチャーが場外に出てまいりました。そして放送席の目前では思い切った乱闘劇、またまた場外パフォーマンスを演じています。そしてそばには TNT、 さあザ・ターミネーターの頭に思い切って一攻撃、しぶきが飛び上がります、飛び散ります。すごい勝負になってまいりました。場外しかし無得点試合は許されないぞ。現在勝ち点10点、ブッチャー先に回った、ブッチャーが先に入ります。やはり得点を意識しているような、そんなアブドラザ・ブッチャーの非常にスピーディーな動きでありますが、ザ・ターミネーターが再びリングの中に入ってまいりました。ターミネーターに一撃地獄抜き、すごい勢いです。そして後ろに下がってヘッドバットか、フライングソーセージか、すごいエルボー、毒針殺法、そのまま抑え込んだ。ターミネーターを捉えて DNT フォロー、いい勝ち方です。実に鮮やかな勝ち方。アブドラザ・ブッチャー、やはり役者が違います。力強いパワーです。黒い弾丸砲アブドラザ・ブッチャー、勝ち点2を拾いまして10点プラス2点で、会津大会この大一番ギリギリのところで12点ということになりました。
あー、この見てください、このすごいデモンストレーション、日本のファンを意識しているアブドラザ・ブッチャー。さあすごい、本当に黒い人気といいましょうか、悪の人気といいましょうか、健在ぶりを大いに発揮いたしました。アブドラザ・ブッチャー TNT 組がトムジンクザ・ターミネーターを一周いたしまして、勝ち点2点を挙げて12点でいよいよ日本武道館に乗り